日本千葉県流山市ひれヶ崎大技ひれヶ崎き座、西川丹ひれヶ崎駅西口ひれヶ崎は千葉県流山市の地名。町である千葉西利市高地区と大技である西高地区があるが、本項目では両方取り上げる。郵便番号はひれヶ崎、大技ひれヶ崎ともに270-0161。 住民基本台帳に基づく2010年10月1日、現在の面積は、ひれがさが0.1225147平方キロメートル、大技ひれがさが0.7529625平方キロメートルの、計0.8754772平方キロメートル、流れ山市南部に位置する。 地域内には1969年から1979年にかけて組合執行によって区画整理された地域、1998年から1999年にかけて組合執行によって区画整理された地域があり、現在は隣接する西平井地区とともに市が土地区画整理事業を行っている。事業期間は1998年度から2016年度。 一番整理が行われているのは最も南の地域で、JR 武蔵野線、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス、南流山駅が近接する。また、大和座れヶ崎の中央部に、流鉄流山線ひれが駅、北部に、東洋学園大学流山キャンパスがある。東は、松戸市大金平、高田、西は、流山、南流山、南は南流山。 北は宮戸の思い、西平井と接している。住宅地の地価は2015年1月1日の工事地価によれば、ひれがさきあざ宮後ろ1338番2階の地点で12万6千円平方メートルとなっている。ここでは地盤整理を行っているひれがさきについて記載する。ひれがさきには17の小あざが存在する。ここでは西から順に列挙する。 消滅した、正治2021年6月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。